さて、これからのセミナーは立体音響の考え方とアンビソニックについてというセミナーで45分ほど行わせていただきます。この内容ですけれども、前半は立体音響そのものの考え方とアンベオ VR マイクを採用しているアンビソニックについて解説します。そして後半はアンベオ VR マイクやアンビソニックス等の技術が音楽制作でどのように活用できるかを作曲家、エンジニア双方の立場から議論し、今回のインタービューのために制作した作品のデモと制作についての実際のワークフローを交えてご紹介いたします。今回このセッション話していただくのは、株式会社アコースティックフィールド久保さん、そして株式会社マグネティカスタジオの鈴木さんです。どうぞ拍手で、お迎えください。よろしくお願いします。ではよろしくお願いいたします。アコースティックフィールドの久保と申します。よろしくお願いします。マグネティカスタジオの鈴木と申します。よろしくお願いします。じゃあちょっと座らせていただきますので、今日はアンビソニックス、こちらゼンハイザーさんのブースになります。ゼンハイザーさんである、VR の製品というのをここ何年かでいくつか出されてまして、VR、アンビオ VR マイクロフォンを導入して、マイクロフォンとあと、最近バイノーラルの種類のマイクですとか、あとスピーカーのそのコンシューマー向けなのかな、音波再生するような VR 向けの製品というのを多く出されていますの で今回はここインタービーということで、プロの制作の方が多くいらっしゃるということで、ですね、今までその VR、アンビストニックスというものに馴染みのなかった方も多いかと思いますので、そうした方そうした人たちに方々に向けて、ちょっといろいろとお話できたらなと思ってます。で、そこにありますように、サラウンドと上のところに書いてありまして、それからプロダクションと非プロダクションというふうに分けてるんですけども、これはプロダクションというのは今日お話しする部分で、映画とか放送とかそういう音楽とかの制作に関して、プロダクションで、そのサラウンドとして、長い間、一般的だったのが、5.1 のサラウンドじゃないかなと思いますが、それとは別にこう非プロダクション系っていうのがあるんですが、こちらはその VR、3D サウンドアートとかですね、インスタレーションっていうんですけども、そういうアート系の音だとか、そういったものも2つあるんじゃないかなっていうところをちょっとまず説明したいと思います。まずそのアンビソニックスは、そのプロダクションの系 の, 方にあたってはあまり馴染みがないんですけども、実際なので新しい技術、最近出てきた新しい技術なのかなと思われている方も、少なくないんじゃないかと思いますけども、確か実際には60年代後半かそのぐらいにはもうできている技術でして、で、こちらゼンハイザーさんのではないんですけども、サウンドフィールド社っていうのがありまして、そこがゼンハイザーさんのマイクと同じ A フォーマットというここから広くなってそのマイクロフォンを作っているんですが、そこの会社の設立は、1978年で、それから今までずっとそのA フォーマットのマイクを作り続けているメーカーがあるんですね。そういう形で歴史はすごく古くて、で、私もそのこういう立体音響っていうものを、携わってもう25年ぐらいはやってるんですけども、その最初から始めた時からそのアンビソニックスっていうのは非常に便利なフォーマットで扱いやすかったので、その頃から扱っていると。で、すごくアンビソニックス、臨場感とか没入感とかそういったものを表現するのにとても、扱いやすい、表現力のある、フォーマットでして、そういったところがその今まで主流となっていたこういう 5.1 チャンネルのサラウンドの、チャンネルベースのものとどう違うのかっていうところも含めてお話ししたいなと思っています。
で、まあ多分その制作いろいろとマイクがあのアンビオ VR マイクがであの発売されたりして、そういったアンビソニックスとかっていうものがあのなんとなくこう知るようになって、基本的なそのあの仕組みであったりとか、まあ、フォーマットの基礎的なことがあの分かってはきたものの、じゃあそれをどうあの制作に生かしたらいいのかっていうところが、多分あの一番知りたいところであると思いますし、逆にそのずっと扱ってきたあの方の人間から言うと、そのあたりをもっとこう知ってもらって、まあ便利なフォーマット、あの便利というか有効なフォーマットなので、ぜひ活かしてほしいなとは思ってまして、まあ、そういう話をあの進めたいと思います。で、まあ、そのためにはあの正しい認識というか、どういう音なのかっていう特徴をその、技術的な説明とかではなく、音としてどういうものなのかっていうのをやっぱ知っていただかないといけないんですけども、あの昔からあるっていうことで、そのプロダクションの方でもそのアンビソニックスのマイクロフォンっていうのは、もうその十数年前、20年前とかにあの結構放送局ですとか、オーディオメ、音響メーカーさんとかであのテストはしているんですね。ただその時はサラウンドといっても主流なのが 5.1 チャンサラウンド、まあ、5.1 チャン、まあ、ここもスピーカー組んでありますけど、まあ、水平のところだけで言えば 5.1 チャン組んでありますと、水平だけ の, あのスピーカー再生になる。水平の音バーに対してやっぱりアンビソニックスっていうのが、まあ、その当時ではまだその有効な部分っていうのがすごく 5.1 チャン再生だと聞こえづらい、見えづらい部分がありまして、まあ、なのであまりそのあの評価されずに来てしまう。で、最近なぜあのアンビソニックスって言われてるかというと、まあ、これにプラスされて今日もそうですが、あのこの、最初のグレーのですね、上4チャンあるんですけど、こうハイトの4チャンとかそのハイトのサラウンドが加わったことでスピーカーが上下で音像自体が立体的になると、で立体的になった時に初めてこのアンビソニックスっていうのがあの生きてくるっていうのがあります。まあ、あのマイクちょっと今こうちょ手元持ってないんですけど、あの見たあのご覧になった方は分かりかもしれないですけど、120度ごとに全方位に向いてるんですね。ですから下も上もあの水平も上下も均等にあの360度だけじゃなく全方位をキャプチャーするというか音場をキャプチャーするような仕組みになっています。でそれをあの計算式でどういうスピーカーレイアウトで鳴らすかというフォーマットなので、やっぱり上下があって初めて生きてくるフォーマットなんですね。で、あのでこの絵でいうと、5ちゃんのサラウンドがあって、でキープロダクションの経験は私の場合はあのこちらのこういったあの音の制作とかも携わったりはしてるんですけども、そういったようにアーティストの方と一緒になってサウンドインスタレーションを作ったりですとか、あの企業あの研究目的でのバーチャルリアリティのシステムをあの設計したりとかしていますので、まあ、どちらかというと、右側の仕事がで多く使ってきていると。で今じゃあ左側どうなるかと。では次のスライドをお願いします。で、5.1 チャンサラウンドの場合の、まあ、音のイメージですけど、まずあの LCR っていう、まあ、フロントに3つある。であのもともと、まあ、音楽は、まあ、ご存知の通り、まあ、多く、長いあの間 LR という、まあ、2チャンネルでステレオで構成されてますけども、2チャンネルの LR に対して、まあ、映画とかで考えると分かりやすいんですけども、セリフのセンターをチャンネルを加えたと。であと、まあ、効果音であったりとか、まあ、響きであったりとか、まあ、そういったものを、横ですとか後ろとかの包まれた感じを出したいので、サラウンドの L と R っていうのを加えたと。2チャンネルに対して3つ加えたっていうフォーマットなんですね。でそれに対してできる音場も、
やっぱりそのスピーカーそれぞれにそのチャンネルの音が発せられる足し算のようなあの音像のイメージですね。でそれをうまい具合にこのミキシングエンジニアの方が、まあ、あのつながり音のつながりですとかこう臨場感みたいなことで、まあ、ミキシングを調整して作っていくっていうやり方が、いわゆるあの、まあ、分かりやすい皆さんの分かりやすいサラウンドじゃないかなと思います。でそうじゃないその VR とか あのサラウンド立体音響っていうのはどういう感じイメージかと言いますと、で次 あのスライドお願いします。とスピーカーのフォーマットっていうのがまずあって何かするっていうわけじゃなくて、聞く人のところに対して立体的な音像を作りたいと、どういう音盤を作るか、どういう音を聞かせたいかっていうのがまず目的としてあって、それをするためにじゃあスピーカーは何チャンネル何台使おうか、どういう配置にしようかと。もしその水平だけの音で、あの例えばローカリゼーションで声があの360度いろいろ聞こえてくるってことであれば水平の4チャンネルとかでもいいでしょうし、そうじゃなくて本当に包まれてる感じを出したいっていうのになれば、上下にスピーカーを置く、その目的に応じてあのチャンネルを作るっていうのは、要はフォーマットが決まったフォーマットがあるわけではないので、こういう考え方であの VR とかっていうのを作ってるんですね。まあ、立体音響なので、そもそもがチャンネルフォーマットで 5.1 チャンネルがあって、それに対して組み立てていくっていうのではなくて、もう一つの音盤をいかにしたら作れるかっていう考え方で作ってます。でこれに相当するのがアンビソニックスの考え方なんですよ。でアンビソニックスは、まあ、マイクロフォンで言うと分かりやすいので、まあ、先ほど言ったように全方位を、まあ、120度ごとで全方位を4チャンネルでキャプチャーしているフォーマットなんですけど、その音っていうのはそのまま何もしなければこちらのような状態、要はそのマイクを立てたところも全部の方向の音が拾えてる、一応拾えてる状態ですね。それを再生するときに何台のスピーカーで再生するかっていうところで、あのデコード処理をする、それでスピーカーで再生されるってことなんですね。で そういうことなので、非常にその、まあ、この絵で見ても分かるように、先ほどのごちゃんですと、あちょっと一つ前に戻せますかね、はい、ごちゃんですとあのそれぞれのスピーカーからチャンネルベースで出てる音を組み合わせて一つの音を作る。あとそのマイク収録、サラウンド収録をやられた方は分かるかもしれないですけど、マイクもそのスピーカーに合わせた向きに対して1本ずつ立てて、それを組み合わせるわけですよ。でそれにはあのある程度こう間隔を置いて撮ったりする、あの距離をマイクの一つ一つのマイクの距離を空けて撮ったりするわけですけども、例えばですけど厳密に言うと、ここのマイクとここのマイクでは厳密には全く違うところの音場の音を撮ってるわけですね、位置的に。それをうまく組み合わせようとしますので、あの、制作的にこう気持ちいい音は作れるんですけども、ただ一つの音場っていう感覚、臨場感とか没入感っていうのはなかなかこうあの作るのが難しいっていうところは僕はあると思います。あすいません、じゃあまた進めてください。まあ、一方でそのアンビオ VR マイクのようなアンビソニクスの A フォーマットマイクっていうは、まあ、近いところに4つ組まれているので、一応そのマイクの周辺の音を全部のカプセルが同じ音場をマルチで撮ってるんですね。全指向のマイクロフォンをあの1本立てて撮ってるのとイメージがします。それのマルチチャンネル版っていうようなイメージ。これちょっと僕もあの聞いた話なんですけど、あのSL とかの録音をされる方とかが全指向のマイクモノラルで1本撮るのが一番臨場感があっていいんだとかっていう話を僕前に聞いたことがあるんですけど、まあ、そういうのに似てるのかなと。でそれをよりその立体的にあの、まあ、スピーカーとかで再生するためにマルチチャンネル化するっていうようなイメージを僕は持ってます。そんなイメージで捉えると、その、今までの 5.1 チャンサランドとアンビオ VR マイクのようなアンビソニックス の音っていうのの違いみたいなのが分かるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次 の、 お願いします。
で実際アンビオブワールドマークで撮った4チャンネルの音は、まあ、こういうその A フォーマットって呼ばれる、まあ、全方位をあの撮ってる音なんですけども、それからですかスピーカー、それを B フォーマットというフォーマットに1回変換して、でそれがゼンハイザーさんだとこの AB コンバーター、フォーマットコンバーターになると思うんです、プラグインになると思うんですけど、でその B フォーマットに変えたものを、何かしらのツールを使ってスピーカーにレコードする。で、まあ、そのスピーカーの、それぞれの何台使っているか、それぞれの数を、そのスピーカー の角度とかを、まあ、入力すると、それに応じた出力をしてくれるっていう、まあ、そういうソフトウェアがあったりするんですけど、まあ、こういう仕組みになってるんですね。でやっぱり一番は全方位を取っているので、簡単に言うとそれをその音場をもう一回再現するためには全方位にスピーカーを立ててあげるのが一番無理なく再生できる。このソフトウェアはここでそれぞれの音圧分布みたいなのをちょっと表してくれてるんですけど、比較的均一に赤くなってると思うんですけど、これはですからアンバランスな置き方をしたスピーカーの中で再生すると、そういうところに一つ一つ のスピーカーが全部違うバランスを出さなきゃいけなくなってくるので、やっぱり無理が生じてくる。そうすると臨場感だったり再びその立体的な音場に戻すっていうのがだいぶ難しくなってくるっていうのがあるかなと思いますね。なので、まあ、アンビソニックスのスピーカーデコードに関してはできる限り均一なスピーカーのレイアウトを心がけるというのがあります。ただプロダクションの場合はスピーカーのフォーマットが決まってますので、まあ、そうも言ってられないので、まあ、こういうスピーカーレイアウトでじゃあどうやって作っていくのかっていうところが重要になってくるわけですね。まあ、そういったところで私の場合は例えばそれをアーティストの方が、作品を作った時にいかにそのアンビソニックスの音を その臨場感とか没入感が出るようにスピーカーの調整をしたりですとか、どういう配置、まあ、配置は決まってますので、どういうスピーカーを使ったらいいかとか、そういったところも含めてですけど調整していくというのが、まあ、普段私がやってる役目だったりもするんですけど、それでちょっとこの先じゃあ実際に今回鈴木さんの方に、まあ、ここの、ブースで鳴らせる音っていうのを、そのアンビオ VR マイクを使って、まあ、それをベースにそれ以外のところを使った作品っていうのを作っていただいてますので、まあ、それをじゃあ実際具体的にどう作っていったかっていうのもこの後ちょっと説明してもらいたいと思います。じゃあよろしくお願いします。マグネティカスタジオの鈴木です、作曲をしてまして、今回このインタービーのゼンハイザーのブースでデモンストレーションを流すことになったので、その、まあ、プロモーションビデオのようなものを作ったので、まずそれを見ていただいて、まあ、そのビデオをどうやって作っていったか、その立体音響を採用してやってるんですが、それをどう作ったかっていうのを説明していきたいなと思ってます。で生配信の方はちょっと映像がこちらのアドレス行っていただいて、見ていただくと綺麗な映像で綺麗な音質で見れるので、生配信の方はぜひこちらをアクセスしてください。じゃあ映像の方を始めていただいて、
しますと、まあ、これ、埼玉県の道平っていう天文台がある近くの森なんですけど、そこの森に行って、VR マイクを立てまして、そこで、その環境音が全部360度集音している状態で、まあ、生演奏を行って、シンセサイザー等も使いますけど、生楽器もあるので、それらを、VR マイクで撮って、でそのシンセの音とかは LINE でレコーディングしてあったので、それをミックスしてこの音楽作品に仕上げていくっていう流れで、進めています。でこの Vimeo のこっちのアドレスはステレオバージョンというかバイノーラル処理したアンビソニックの音が聞けますので、そちらもぜひ一度アクセスいただけたらなと思います。スライドを次のものにしていただいて、こちら何かというと、これ実はチェロの音の倍音を解析したグラフでして、でまあこのそれぞれチェロの音がすごいたくさん倍音あるんですけど、その倍音を一つ一つ解析して、その一つ一つの倍音がどれぐらいの大きさに音量にあるのかっていうものを解析してまして、まあ、こういうソフトをマットラボっていうソフトで解析してるんですけど、こういう解析を使って自然界の音を解析することで、その自然のサウンドスケープと、僕らが普段やっている音楽っていうものを、これを、まあ、ミックスするというか、そう融合してより高い新しい音楽作品を作っていけたらっていうのが背景にあるコンセプトとして、まあ、それを実現するためにいろいろマイクを使って音を収録したりいろいろやってます。で次のスライドに進めていただいて、でこれもチェロの倍音なんですけど、こっちがルートの気温で、こうたくさんの音に分解することができるんですね。なのでこの値でサイン波を鳴らしていくと、まあ、下が周波数なんですけど、まあ、チェロの音とほぼ同じものができます。
でこれフォーリエ変換で変換して、まあ、こう解析していくっていうことになってます。次のスライドをお願いします。まあ、ちょっとこういうプログラムのこのページにアクセスしていただくとプログラムを落とせるので、もしよかったら見てみてほしいんですけど、ちょっとまだアプリケーションという形にまではなってなくて、いろいろなんていうの、そのターミナルから起動するような感じにまだなってます。でもあの音源とかがあのデモンストレーションでさっきの周波数を再合成するとどういう音になるかとか、実際のチェロの元の音とその再合成したサイン波で再合成した音がどれぐらい違うのかっていうのもお聞きいただけるので、よかったらアクセスしてください。で次のページ見ていただくと、これ譜面、実はあの僕が作曲したっていうわけでは完全にはそうではなくて、今回ので使っている楽譜なんですけど、こういうふうに楽譜にまであの先ほどの周波数を変換して作ってます。でこれは鳥の鳴き声とかを周波数で解析して、解析したものをそのピッチであの楽譜にノーテーションしているものです。でこういうようなことをやっていて、まあ、自然のサウンドスケープがそもそも持っている美しさっていうものをこう音楽の中に取り込んでいくっていうことを今回試みています。次のスライドお願いします。でこれ実際に VR マイクで撮ってる音なんですけど、もちろんそのさっきの解析は鳥の声だけ単体を取らなきゃいけないので、それはガンマイクとかで収音したんですけど、それ以外にもやっぱりこうサウンドスケープも全部 VR マイクで撮って、でそれで撮った音をあのシンセサイザーに取り込んだりして加工したりしてっていうことで、さっきの電子音楽のようなあの音響を作ったり、そういういろんなトライアルをやってます。この VR マイクがあの360度動画とかの音声に使えるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、他にももっといろんな活用の仕方があるんじゃないかっていうことを思って、いろいろ試みました。次のスライドお願いします。で今回のプロジェクト、最終的にはそうやって作っていった、一つの曲を、あの鈴木と中島2人で2名で演奏して、でその間に VR マイクを立てて演奏することで、そのライブを主音するような形で、最終的な音を作ってまして、こういう風に配置してます。で VR マイクだけでなくて、その MK4 っていうマイクも使ってるんですけど、ゼンハイザーさん あのコンデンサーマイクで、こういうものもアンビソニックのフォーマットの中に、エンコードして入れていくことができるので、そういうものをミックスしていくっていうのも今回やってるので、そのあたりも結構違和感なく馴染むんだなっていうのを聞いていただけたらなと思います。で次のスライド行っていただいて、おそらくここからが結構あの皆さんのお役にも立てるんじゃないかなと思っているところなんですけど、実際にその撮った音や、シンセサイザーのライン録音からどうやって最終的なあのミックスを作っていったかっていうことをここからご説明していきたいなと思います。でこれは僕があのヌエンドでやってるんですけど、そのヌエンドに最初から入ってるプラグインでレニーミックスっていうプラグインがあって、これが結構役立つんですよね。実はエニミックスはサラウンド用のプラグインで、あの立体音響の高さ方向は全くできないんですけど、それでもかなり優秀で、すごく自然な音がしていろんなことができるんですね。それをちょっと一つ一つ説明しようかなと思います。そのエニミックスのまず一番、メインの機能なんですけど、それは一番左上にステレオっていうのがあるんですけど、ここでフォーマットを 5.1 チャンネルとか4チャンネルだとかいろんなフォーマットに変換することができて、なのでどんな素材でもミックスに使えるよっていうことでエニーミックスっていう名前なんだと思うんですが、それ以外にもいろいろ機能があって、ポジションとかをやるとこのソースを、パンニングするわけですよね。パンニングもできますし、ローテーションっていうところを回すと音の向きとかもこうシミュレーションしてくれます。で、立体音響で一番僕が使っているのはこのアップミックスという機能で、これオンにするとアンビエントを再現してくれるんですね。シミュレーションして
計算してそれを、まあ、畳み込んでるのかわからないんですけど、アンビソニック、アンビエンスがついた音になります。でちょっと次のスライドに行っていただくと、これまたちょっと話飛ぶんですが、別のプラグインで先ほども久保さんがご紹介してた IEM っていうプラグインの、アンビソニック系のプラグインを集めたものなんですけど、これステレオエンコーダーで、ステレオの素材をアンビソニックにエンコードするっていうことができます。で次のスライドお願いします。でこの2つを組み合わせて使うことで、かなり自然な、B フォーマットの音を作れるなっていうことを今回いろいろ試している中で見つけて、まあ、エニーミックスでその生楽器をコンデンサーマイクで録音したものをまず4チャンネルにアップミックスするんですね。そうするとアンビエントが計算されて4チャンネルにアップミックスされます。でそれを先ほどの IEM のエンコーダーで4チャンネル分をアンビソニックの B フォーマットにエンコードすることで、元の素材にはダイレクトな音しか入ってなかったものが、自然なアンビエントが付加された状態でアンビソニックの音にエンコードされる。なのでここでエンコードしたものはもう Q の状態になっているので、 B フォーマットの結構いろいろこう回転させたりもできるので、この状態になっているとかなり3次元的な動きをつけることもできますし、かなり、この組み合わせはいろんなプロダクションで有効なんじゃないかなと思いご紹介させていただきました。じゃあ次のスライドお願いします。これも久保さんから教えていただいて、すごく使いやすいなと思っているプラグインなんですけど、ビジュールっていうプラグインだけじゃなくてスタンドアローンもあって、でこれパッチコードでつないでいくんですね。 MAXNSP っていうソフトウェアをご存知の方だとすごく近いものなんですけど、このネンドとかで VST として使えるので、マルチチャンネルのうちの、まあ、これ今やってるのは8チャンネル分をステレオに単にルーティングしてるっていうことなんですけど、そういうルーティングの柔軟性っていうのが DAW だとなかなか難しいので、そこにプローグビジュールを挿すことでいろいろ柔軟にできるっていうことですね。で一つすごくいいなと思ってるのが、B フォーマットの WYZX のチャンネルで4チャンネル流れてくるんですけど、そのアンビソニックのダブルチャンネルを操作することで、まあ、ステレオでいう MS 処理みたいなことができるんですが、それで広がりを調整したりすることができて、そういうことをやるときにこのビジュールを使うと、こう一番左のこのプラ、なんていうんですかね、インアウトプットからインプットに行く途中にそこだけ音量をコントロールしたりっていうこともビジュールできるので、そうやって自分で自由に組み合わせて作っていくっていうことができます。まあ、これでスライド終わりなので、まあ、こうやっていろんなものを組み合わせながら使ってるんですけど、そうだな、一番でも僕がアンビソニックでやっていく中で大事だなと思うのは、まずこういうテクニックもそうなんですけど、まずは弾く環境っていうのが必要だなっていうのは思っていて、多くの場合アンビソニックの制作って今バイノーラルレコードでヘッドホンでされている方が多いんじゃないかなというのが感覚なんですけど、マグネティカスタジオでは久保さんにもサポートいただきながら8チャンネルのスピーカーを導入して、先ほどの久保さんのスライドでもあったような3次元で均等にキューブの形でスピーカーを並べて、そこで音を聞きながら制作していくっていうことをしてます。なぜこれがすごく重要かっていうと、そのアンビソニックとバイノーラルレコードっていうのは全く別のものだと思うんですね。そのアンビソニックでまず Q の立体感のある音を作っておいて、それを、バイノーラル のヘッドホンで聞いた時にその Q をシミュレーションするっていうことになってるので、そこには2ステップあるわけなんですよね。そこをごちゃごちゃにしてやっぱり一つのものとして捉えてしまうと、まあ、言うなればコンプと EQ を同時にかけているような感じかなと思っていて、コンプレッサーのスレッシュロードを下げて
下げていったら EQ でここのピークが上がっちゃうとかっていうことだと、そもそもやっぱり制作が難しいので、まず EQ をかけてどんな音にするかっていうのがある程度固まってからコンプさすっていうようなことが普通というか、まあそうじゃないとやっぱりちょっと難しいですよね。それと同じで、まずアンビソニックのその Q の立体感のある音場を作ってから、それをバイノーラルでどう、まあ、ヘッドホンでも体感できるようにするかっていう、そこには2段階の制作ステップがあるので、そこをごちゃごちゃにしないで正しくやっていくと、アンビソニックっていうのはすごく便利だし、あのすごく音にも立体感があってすごく魅力的なものだと思うので、まあそのあたりをあのぜひご活用いただけたらなと。また面白い音楽作品がだんだん増えてくるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。そんなところで僕は今この、はい、ちょうどいいかあのちょっと補足すると、これ今あのいい話だなと思ってたのは、まあ、DAW って今までさっき私が話したようなプロダクションのものでしか用でしかなかったので、こういう立体音響をやることにはまだまだ機能が足りないんですね。特にバスで、こういうその別 の, あのポストアプリケーションをこうやって DAW に挟み込めるっていうことは、この中で自由にあの立体音響のプログラムを作って、であの DAW の方で差し入れの作業ができるっていうことで、非常にいいかなと思います。あとあの僕ちょっと話を一つ飛ばしちゃったんで、あの鈴木さんの具体的な話が突然こうアートなものになってたかもしれないんですけど、あの VR の方で、臨場感とか没入感あるなんかあの VR 作品を作るときって、まず僕がやってるのは基本的にはアンビエントというかアンビソニックスのマイクで全方位の音を取って、その中に足りない音を 3D パンナーとかで配置させていく。そうすると音ってすごく混ざり合うので、あのどれがアンビソニックスの音でどれが後から別撮りして入れ込んだ音かっていうのは分からないんですよ。でそういうのが結構基本で、それがあの本当に立体音響の制作のベースにあのなってます。それはもう20年前から大体僕は同じやり方をしています。で違うのは、そこをどん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 その経験を積むことでよりこう面白い。で鈴木さんの場合はもうそこを飛び越えて新しいなんか使い方をしてましたけど、まあそういう方に発展していくので、まず基本はそういうあのアンビソニックスでこう音を取って、その中に足りない音を後から加えてミックスしていく。これだけでも十分にいい作品ができるので、まずそこから始めるのがいいかなということですね。はい、はい、で以上ですかね。はいはい、すごく具体的な話なので、皆さんあの質問あれば一つ二つお受けしますが、何かございますか、会場の方。大丈夫ですか。はい、じゃあ久保さん、鈴木さん、どうもありがとうございました。大きな拍手で、お送りください。ありがとうございました。じゃあどうぞこちらへ。こちらのブースでは引き続き 9.1 チャンネルのサラウンドのデモもやっておりますので、お時間があったら体験してください。じゃあ会場の方はあのアンケートを書いていただきまして、お渡しください。さて、このゼンハイザージャパンブースインタービュー2018ではライブ配信、さまざまなサウンドエンジニアの方のお話を聞いていきます。今日この後のスケジュールですけれども、16時から、次はあります。こちらコンサートホール録音の実際、ゼンハイザーマイクの可能性という形で16時から16時20分を予定していますので、引き続き Facebook ライブや YouTube でお楽しみください。以上、ホール1-1201ゼンハイザージャパンブースからお送りしました。ご視聴ありがとうございました。皆様ありがとうございました。